はは、い、こんにちは長崎ですえー、だいぶ時間が経ってしまいましたけども「ONEPLUS」より「ONEPLUS7T」の発表がなされたというところですね。プロに関しては発表されてませんけども10月の10日にまた別のですね「ONEPLUS7T」シリーズの発表があるということなのでもしかしたらプロかもしれないですけども。 発表回したいと思ますねプロかもしれないし、まあセブンティーの特別バージョンですね、過去にもありましたけども、えー、まあ、それこそ、ファーウェイさんがポルシェとやったような形でのマクラーレンモデルだったりとかね、そこら辺がまた出てくるのか、えー、どうなのかというところであります。たとりあえず、セブンティーの方をね、スペックを追いかけていこうと思いますけども、これなかなかまた、 いい感じにスペックアップしましたね。うん、あの、リークされてる情報ほぼほぼそのままだと思いましたけども、お話ししていきましょうね。まずは、まあ、は一番大きいのは SOC ですか。最新の SOC に変わりました。スナドラ855プラス。一応ね、855からプラスになったっていうところだけに思いますけども、まあ、割とですね、グラフィック関係に関しては、能力向上してますから、 えー、ゲームを楽しむということももちろんそうですけどあの今回ですねワンプラス17はカメラを強調したデザインに変更されてるのと同じような形です高額、えー、2倍のね、えー、ズーム対応だったりとかしてますけどもカメラねここら辺の、まあえー、画像補正とかそこら辺も含めてねここら辺が生きてくるのかなっていうところですねでディスプレイ、えー、こちら6.55インチのフル HD プラスと。 え解像度的には 2400×1080 ということになってますけど画角比率でいうと20対9なんですよこれもですね7からはちょっとた、あのー、長くなってますね前が19.5対9だったと思いますけどそこから20対9になったというところですねよりこうエクスペリア1に近づいてきちゃってますねえそんな感じでもちろん HDR10 対応だったりしますし リフレッシュレート 90Hz ということでここら辺もゲームする方には嬉しいものになってますねあの8 5プラスの能力を余すことなく使いたいというところになってますそしてその、えー、カメラですけども3、えー、眼ですね4800万画素のメインこちらのソニー製のセンサーであります そして1600万画素超高額800万画素の望遠こちらがあの高額2倍というところですね前面も1600万画素こちらもソニー製ということです、ね、OS は Android10 ということで最新ですバッテリーも変わりました 3800mAh 急速充電対応こちらが 30W ということになってますんで なかなかに高速で充電できるというところです。30分で70%充電できるということですから、前日、ちょっと飲んで帰ってきちゃって、充電プチュッとさすの忘れちゃったとか、いう方でも安心。起き抜けに充電開始すれば、バッチリ。家を出る頃には、通勤中に YouTube 見たり、 音楽聴いたりしながらでも余裕でオッケーとぐらいはバッチリ溜まってるということですね。あとはもう会社なり学校なりで充電すれば断然です。はい、そういう中で来た OnePlus 7T ですけども。このブラッシュアップ感は嬉しいんじゃないですか。本当にあの。OnePlus 7の頃について欲しかったところが網羅されたと言っても過言ではないと思います。 もちろんまだ不十分な部分ありますよワイヤレス充電とかねそこら辺やってほしいとかもしかしたらノッチが嫌な方もいるでしょうただこの半年間でものすごいリーズムな価格の中さらにはサポートが手厚いというこのメーカーの中でここまでのことをやってくるのはすごくすごく素晴らしい <laughs> 本当にこのメーカーはいいですねまああの母体オッポさんですけども 素晴らしいですね。えー、まあも、インドでの価格なので、そのまま日本円にして、ものすごい安いことになっちゃってるんで、恐縮です。あの、日本人が、他のね、通販サイトなり、そこら辺から買うとなると、もうちょっと高くなるかもしれませんが、一応価格、え、ご連絡しておこうと思います。ラム8ギガ、そしてストレージ128ギガモデルで5.8万円です。もちろん、これはね、あの、ラムの容量とストレージ容量が変わるだけで、 SOC はスナドラ855プラスのままですよ。3眼のカメラ、バッテリーも同じです。ね。5.8万円。ラムが8ギガ、ストレージ倍の256になって6.1万円と、6万1000円。ねえ、来ましたね。ここまで来てますから。なかなか素晴らしいことになってます。欲しい方もいるんじゃないでしょうかね。もうすでに、このセブンティーに関しては、 えー、開封動画なんかも上がったりしてきてますけども見ちゃったら大変ですよ見ちゃったらもうこれ欲しくなっちゃいますからねもちろんあのここまでの最新モデルでなくとも欲しいと言ってた方はでそして、まあ、6万円でもちょっと出すのはね厳しいんだよね これはそしたらセブンですね。セブン無印の本を買うっていうことになるでしょう。でも、セブンの方でも OS のバージョンアップ等々、ソフトウェアのバージョンアップ等々で、不具合はもちろんのこと、ユーザーからの要望で追加機能なりもそれなりにこう付け足されていったりしてますから、満足できないことはないスマートフォンなんですよ。そしてもう今4万円台っていう価格ですからね。なかなかに手に取りやすく、そして、 高品質で手厚いサポートもついたスマートフォンに仕上がっているのではないでしょうか？os のバージョンアップも過去の 1+ シリーズをまあ考えてみると相当やってくれます。あのそうですね。ナンバリングの更新ももちろんそうですけど、そういう細かな。機能改善ね。そしてセキュリティのあの更新やってくれますから。 今のうちでそのセブンをセブン無印を購入したとしても満足はできると思いますはいなかなか素晴らしいですねこんなことをやってくれるメーカーが今そして中国のメーカーであるということですから、うん、素晴らしいねこれあの周波数帯も日本にもフルフル対応ですからねもうがっつり日本で出してもらいたいところでありますけども これはまあ日本で出さなくてもね安く買えてますから、ま、なかなかいいんじゃないですかね俺はいいと思ってますよでオキシゲン OS っていうのもそもそもまあ考えてみるとアンドロイド黎明期の時にあの XDA デベロッパーズっていうねその老舗サイトでまああのボランティアでもうほぼボランティアと言っても過言ではないと思いますけどもそれでね,あのねカスタムログをね あの公開していた方々方がまあ今その引き抜かれてそっちで作ってたっていうその歴史が確かあったと思いますけどもこの歴史の長いんですよこの、えー、カスタム感も。うん、よりそのアンドロイドの素に近くしつつのパフォーマンスを高めたりとかでまあ最近では。 それなりに、ね、当たり前になっている、えー、そのこうなった方が便利でしょうっていう機能を付け,かえあの付け足すっていう感じで来てますけどもいいやー素晴らしいですあの時にはおっぽさんねちょっと過剰にこう広告というかあのアピールしすぎちゃって結果的に嘘になってしまったってこともあったりしますけども <laughs> あのカメラのね高額倍率なんかは。 あの実際にこう触れ込んでたのとちょっとちゃうやんけっていうことがね過去にも起こったりしてますけどもまあそれでも全体的にはものすごくいい端末を世に出してることは間違いなくってまあだからそんなちっちゃいところ嘘つかなくてもいいのにっていうね正直に出したらいいのにっていうところなんですけどねそこはちょっともったいないんですけどまあただ評判がいいことには間違いないと思います。これでだってまたねえ次の えー、8シリーズへの期待もかかってきますしいやー俺こんだけ褒めて買ってないのがねなんでなんだってほんと言われそうですよね <laughs> うん申し訳ないです、えー、こんだけ褒めちぎってんのに買ってないってね申し訳ないですねええ、ね ワンプラスのサイトにはですねもうずっと前からあの登録はしていて逐一情報を受け取るようにしたりとかいろいろしてるんですけども、ね、買ってないということでワンプラスのワンとかそこら辺の時っていうのはまあその会社とかも含めてですね触ったりしてたんですけども最近はちょっとめっきりと触ってなくて申し訳ないただ、ね、いい端末なのはもうひしひしと感じてるし あのユーザーこれをこう所有して普段からこう使っている方々がね俺は本当に羨ましく感じてますここまであのすごくこうバランスの取れたスマートフォンっていうのは昨今なかなかないですよ。で価格は安いしでそれだけじゃなくてさっきも何回も言ってますけどもそういうソフトウェアの改善っていうのをすごく細かいところまでやってくれるメーカーで。 あの逐一ユーザーからの要望も吸い上げてます全てそのユーザーの言うことを聞いてりゃいいっていうわけではないんですよメーカーっていうのはね一本軸通ってこれはやんないよっていううちはこういうことを、ね、その目的に進めてるブランドなんでそれはやんないよっていうのはあるべきなんだと思うんですけど。 そのユーザビリティを高めるっていうところでの改善をここまでで重ねててくるメーカーカっいいうのはなななかかなすよ大手メーカーだったらもう新しい機種を出して済ませちゃうというかとこだったりすると思いますしまあ小さいというか最近弱くなってるメーカーだったら特にねそこら辺はとりあえず置いておいて他のちょっと派手なところを改善したり追加したりっていうところに走ってしまう部分だと思うんですけど。 ワンプラスほど細かなところまで見てるのはなかなかないのかなっていうふうに思うしそういうところを気にするユーザーがユーザーを抱えてるっていうところがあるからこそですねやっぱりその例えばそのストレージ u f s 3 0をねしっかり最新モデルは採用するとかもう,もうブランドまあここよりも早く採用してたところはあるかもしれないですけどまあそれでもそこら辺もしっかり見るでしょと。 うちのユーザーザそこもしっかり見るよねっていうところで SOC をね最新にするとかそれだけじゃなくやってくるんですよ。あと通信方式もねしっかり 2x2 マイモーに対応させていたりとかあとは充電のね技術もそうですし惜しみなくそのテクノロジーっていうのをまあ,あの入れてそして安くだからこれがもっとおそらく高くなれば。 スマートフォン自体のねこの本体自体の価格が高くなればそれこそおっぽ母体がねやっている他のね、まあ、例えば通信機能 LTE 通信とかそういうモバイル通信を返さないで通信する技術をねもう即座に導入するとかあとはその、えー、カメラの中に埋め込むカメラをねディスプレイの下に埋め込む方式を取ったりとか全然必要んだと思うんですけど。 価格をなんせ安くしたいっていてう,うに考えてるメーカーカですよそれは、あの、代表の人からもね、あのコメントで出てますけども、えー、防水防塵のね、その IPX っていう企画があるわけですけども、IPX ね、IP か。ね、そこに関して、それをやること、その、機関を通過させたり、試験をすることにお金かかっちゃって、端末代がかかっちゃうんで、通過させてませんと。ただ、 うちここまで防水性能がある形で設計してますからねっていうことを言ったりもちろん保証はされないんですよその IPX いくつとかって言わないんで保証はされませんけども一応防水っていうことを自分たちで単純にその規格を通してないだけです試験通してないだけです自分たちでバケツの中に水を張りその中にワンプラスを落とす ほら使えるでしょっていう動画を上げたりまあそれをこう見たねあのメディアさんがより強いというかより過酷な試験を導入してその防水性能が証明されたりしてますからいやここまでなかなかやるメーカーないですよ。まあそんなところのブラッシュアップスマートフォンワンプラス 7T 素晴らしいことになりました。 えー、デザインライン的にはですねカメラ強調ですからやっぱり iPhonePixel4 そして Mate30 そのほが Motorola、えー、のスマートフォンなり同じような形でカメラをボーンとやってくるデザインがいろいろ出てきてたりするわけですけどもここもね無印のスマートフォンでありながらカメラうちもいけてますせということでアピールし始めたと。 いうところですねあのー、それこそ DAXO の方でトップの方にスコアはまあ,あの食いついていきませんけどそれでもワンプラスユーザーからはね満足されてるカメラ画質だと思いますしまあ今までちょっと古めのスマートフォンを使っていた方十二分に満足できるものに仕上がってると思いますから購入検討してみてもいいのではないかなというふうに思います。ということで。 また見てな。バイバイ